というわけだ。それにしても不甲斐ない。たかがサイボーグ一体制圧できんとはな。ジギー、この人。ああ、分かっている。久しぶりにいい運動ができそう。Thank you.
したんですか？なんでもない。モモ、近くの公営企業コラムまでショートジャンプしてくれ。連中を巻いてから本来の帰還ルートに乗りたい。はい。だよ。うるせえ。俺の飯の邪魔するな。水。はい。海外しいね。そう？うちではこれくらい普通だったのよ。暇さえあれば本ばかり読んでて、他は何にもしないダメ兄貴がいたせいもあるけど。うちはこういうことには無頓着だからな。まあ、男女体だからしょうがないか。そうなんすよ。うちは残酷なまでに男女体で、飯もまずいったらありえしない。ご飯は誰が作ってたの？当番制。とは言っても、誰が作ってもまずいのは一緒。もっぱら食べるだけの人が約1名いたけどね。なんか言ったか？だ。はい。主任、僕にも水。
ごめん、気づかなかった。気づかない。で、どうするんですか、これから。どうって、コスモス放っておけないでしょ。勝手に動いてるのよ、あの子。はぁ、ボークリンデでの起動試験が終わったら第二ミルチアの2局に引き渡して、それから休暇の予定だったのに。船長みたいなこと言って、まあ、済んだことぼやいても始まらない。本社に状況を連絡して指示を仰ぎましょう。しばらくはこの連中と一緒ってことだ。何？どういうこと？何か怪しかったんで、この船の船籍調べたんですよ。連中、空海ファウンデーションの関係者ですよ。まずいですよ、あそこは。ミュータントの巣窟って噂じゃないですか。あ、人種的偏見。いい？アレン君、確かに空海ファウンデーションはミルチア自治政府によって設立された特異な武装組織ではあるけれど、それは戦後処理が片付くまでの話。現在の形態になってからは真っ当な一財団として運営されてるんだから、設立のいきさつ上武装化は解除されていないけれどね。そんな原種保護法制定前の被害者たちを保護し一つにまとめた現在の代表理事の手腕は高く評価されてるんだから。なんだっけ名前。海南空海。あら、ケイオス君。どうしたの。いや、何か手伝えることはないかと思って。ありがとう。じゃあ、お皿拭いてくれる。了解。はい。あれ、これは。あ、それ中佐の。そういえば中佐来てなかったですね、食事。ちゃんと呼んだのに。いいわ、私が温め直して持ってくから。じゃ、僕たちは部屋に戻るとしようか。そうだね。あ、何か忘れ物。いや、彼女、コスモスは。コスモスだったら格納庫に置かせてもらってる調整槽で再調整中。あと数時間はかかるかな。もしかして話し相手になってくれるのかしら。だったら嬉しいな。いいの。もちろん。ありがとう。じゃあお先に。お疲れ様。